みんなさ、覚えているであろうか、このモンゴリアンデスワームの標本、まあ非常食のガチャピン金魚と一緒にね埋めたモンゴリアンデスワーム、そしてニモのね、これ中身何も入ってない、あの水入ってるように見えるじゃん。でもね、あれが入ってんだよ、匂い取りの玉が。これをね今日開封してどんなカオスな状況になってるのか見たいと思います。じゃあまずはさ、このモンゴリアン、おーデスワームから割れとる、見てこれめっちゃカオスじゃねえか。非常食のガチャピン、お前食われなくて済んだな。じゃあね、封印が今解かれやす。あ、水きれい。え、レモンの匂いする、すげえレモン、なにこのレモンティー、めっちゃレモンの匂いする。うわー、モンゴリアンデスワーム溶液、モンゴリアンデスワーム溶液。あー、めっちゃムリムリしてる、気持ちいい。この割れ目に指を突っ込む。うわー、ちょっと待って、これやばい、みんなやばいぞ、これ思いのほかカオスになってる。てかでかすぎる。最初小さい、あれこれ小さいままで入れたよね。で、ずっと、いや、これ、待って、出ねえ。どうする、みんな、出ねえぞ。モンゴリアンデスワーム、俺を出せ。野づちみたいになってる。うわ、ぬるで、うわ。この感触、みんなに味をちぎれる。やべえ、あ、出ました、モンゴリアンデスワーム、ボス、ラスボス。モンゴリアンデスワーム、めっちゃぬるぬるしてる。なにこのローションワーム、見て、うわ。すげえ、ちょっと待って、水やべえ、カオスだわ、ちぎれそうだしね。で、これを乾燥させますと、どの程度戻るかっていう。乾燥したらね、この割れ目とか分かんなくなるんだよね。もうぎゅうぎゅう詰めに縮んじゃうから。そしてどけガチャピン、大丈夫かお前、生きてた、ガチャ、わ、すげえ溶液、ガチャピンが、助けて、つらい、あ、赤いの映ってるね、助けて、辛いよ。これなんだっけな、これバスボールで出てきたんだよ、確か。バスボールで出てきたガチャピン金魚なんだよね。取れるかな、あ、あ、これメラミンスポンジでこすないと取れない系だわ。そして次、2番。みんな見て、これ超綺麗じゃない？あの、これの作り方の動画は前、あの、アップしてから、ぜひまだ見てない人は見てみて。すごく綺麗でしょ？でもさ、これ出してみたいんだよね。ある程度飾っても満足したから、ちょっと出してみたいなと思って。きっと、俺の予想だと、勝手な、勝てるの、よし、握力本気出すぞ、ほらな、来た、俺の握力、本気の俺に勝てる者はいないと。さて、俺の予想、弾がね飛び出してくんだよね。さっさっぱく、うわードビュッシー、うわー、めっちゃ気持ちいい、ドビュッシー、ほら、ほら、あーやーべ、これ怒られんな、これやべ、めっちゃ怒られるわ。ということで、今回はただね、あの前作った瓶詰めの、うん、フィギュアたちを出してみる回でした。ただそれだけ。いや、すげえ気持ちかった、あの玉の吹き出す瞬間。しかもこの玉気持ちいいんだよね、これ、これが気持ちいいんだよ、このもうプニプニ感でさ。まあこれはそのまま、あの、まだ匂い、うん、あー、いい匂い、匂いついてるから瓶に戻して匂いを取ってもらうと。で、乾燥したらね、あの、ちこい硬い玉になるから、そうなったら捨てると。まあこれまた再利用できるのね、そういうとこもいいかなと思っておりますと。じゃあまた次回、次何作ろうかな。いや、たまにこういうの作りたくなるんだよね。また、あの、作りたくなったら作って、その時動画撮りますわ。じゃあまたその時まで。